今回ご紹介するお店は新潟市中央区にあるビストロ主催イート。お邪魔したのは七瀬優さんです。あ、ここだ。事務所の天くんが紹介してくれたお店。お、屋台がある。あ、そうそう、オムライス、オムライス、ここだ。マスター一人でやられてるのかな。こじんまりとして落ち着いてアットホームな雰囲気。すいません、はい、注文いいですか。はい、どうぞ。とろとろ卵オープンオムライスお願いしてもいいですか。はい、看板にあるメニューからも選んでいいですか。はい、言っていただければお願いします、はい、じゃあ、炙りチャーシューっておすすめですか。そうですね、うちチャーシューがコロナ禍の時に単体で売ったり出してたんで、それが人気で今ちょっとラーメンも始めてるんで。あ、そうなんですか。おすすめです。じゃあ炙りチャーシューと、あとちょっと野菜系が食べたいんですけど、はい、もしやったらおまかせサラダとか言ってもらえるの。 ありますか。じゃあちょっと野菜多めのサラダお願いできますか。はい、それお願いします。はい、わお、すごい、本当にいろんな野菜が入ってる。いただきます。今日は隠れ家的居酒屋さんのランチ。たくさんの野菜にしっかり味がついてていい感じ。レタス、きゅうり、人参、パプリカ、ミニトマトと、あとこの細いのかぼちゃの千切りだ。すごい。おお、バーナーで炙ってる。あれ、私の炙りチャーシューかな。お刺身のトロみたいに並んでて綺麗。まずは1枚そのままで食べてみようっと。これがイートさんのチャーシューか。2枚目はこのキャベツを包んで添えてあるマスタードとかマヨネーズつけて食べてみようっと。おお、めちゃめちゃ合う。これマヨネーズおすすめ。わお、ボリューム満点。こんなに大きいと思わなかったな。デミグラスソースも惜しみなくたっぷりかかってる。おお、中からケチャップライスが出てきた。このケチャップライスと卵にデミグラスソースを合わせて食べると、最高こうだ。これだ。油を使ってないって聞いたんだけど、それってダイエット中の私なんかにはもうぴったりなメニューじゃない。ブラックペッパーとガーリックパウダーのスパイシーな香りが鼻に抜けて、デミグラスソースの上にかかっている生クリームと重なるとすごくまろやかに変化していい組み合わせ。
サラダに入っている野菜がそれぞれ細かくカットされてて食べやすい。さーて次はこのデミグラスソースと合わせたらどんな味か試してみようかな。お、これいいじゃん、めっちゃ合う、美味しい。わかめスープいただきます。ネギとわかめがたっぷり。そこは行ったことないんだけど。あ、お客さんだ。マスターのお母さんと喋ってる常連さんかな。あ、こんなお店が近くにあったらやっぱり通いたくなっちゃうよね。野菜たっぷりだったサラダ全部食べちゃった。あんなにボリューミーだったけど最後までパクパクいけちゃった。濃厚でスプーンも食も進んだからかな。締めはスープ、口の中もさっぱり、もう大満足。ごちそうさまでした。お店のおすすめはオムライスと牛すじカレーらしいんだけど、今日はオムライスを食べたから今度牛すじカレーに挑戦しよう。同じ事務所のシンガーソングライターのテンさんが月一でライブやってるんだって。今度行ってみようっと。どうもこんにちは、ビストロ主催イートの、中野と申します。うちのお店は、アットホームが売りなお店で、料理のテーマはシンプルズベスト。お客様のリクエストがあれば、食べたいものを作るっていうスタイルですね。中には常連さんだとこれ作ってくださいって感じで材料買って持ってくる方もいらっしゃいますね。コロナ禍になったんで、できればうちは今電話予約か、LINE とかでご要望いただいてるんで、そちらの方で対応していただけるとありがたいです。家でいて飲んでるみたいなお店だってよく言われるんで、落ち着いた感じでちょっと一杯飲める店が増えたな、食事もできるなと思って、軽い感じで来ていただければありがたいです。よろしくお願いします。